球会議中日ドラゴンズが強くなった理由。一体何があったんや。ボールが飛ばなくなった。中田やろ。立浪和義の采配、それを支える片岡敦史の頭脳。米抜きの成果が今出てきたんやろ。ビシエドと大島のせいやろ。チャンスで打てない奴が多すぎた。今のボールに一番ヒットするチーム。環境の方が中日にアジャストしてきた。てかた球団が弱くなりすぎなんじゃないか。中田の打点こじき力。すぐ失速やろ。勝ち慣れてない。先発もええけど後ろの投手が A は先行して逃げ切る強かった頃の中日が帰ってきたわ。俺が応援し始めたおかげや。立浪がかき集めてきた選手たちが主力として躍動しまくり、トレード、ゲンドラ、戦力外拾いの口が異様にうまいし、大型補強も今のところドンピシャ。中日が強くなったのは立浪 GM の手腕が理由や。笑顔解禁。ビシエド矢印中田翔。内野が地味にペッペッ。田中が目立つけど村松もかなり良くなってるし、周平はもともとだけど去年はここに石川がいた。田中って全く知らなかったけどいいな。田中幹也は二遊守れる赤星って感じの選手。忍者や。中田がチャンスで最低限できるのが普通にでかいんちゃうか。